ですね。グラフトネットワークの8回目の授業の方をやってまいります。今、コメントの方できますでしょうか。ちょっと確認していただけますか。すいません。ちょっと設定を間違えていたので。あ、できますね。ありがとうございます。はい、すいませんでした。ですね。モデル化の2回目として、2部グラフの最大マッチングの話で、K にレギュレバリの定理っていうのの、その最大最小定理、競争対性ですね、の証明っていうのと、ホールの結婚定理っていうのを紹介して、そのままホールの結婚定理のを使ったモデル化っていうのを3つご紹介したっていう、ちょっと内容も多かったんですけども、で、それでですね、コメントの方を見ていきます。ように割り当てるように見えない問題でも、割り当て問題としてモデル化できる例が想像以上に多く届きました。まあ、そういうことをやっていきたいのがこの授業の内容なので、ぜひそういう視点を身につけていってください。はい。二つ目ですね。四目並びは子供の頃によくやりましたが、すぐにつまらなくなって、やらなくなりました。その理由が分かって面白かったです。どちらかが勝つためには、相手の見落としにかけて、あえて勝負を賭けに出ないといけないということが繰り返しました。ですね、結論が分かってる。だから、どう頑張っても引き分けになるってことと、つまらないっていうことが、はあんまり関係がないんじゃないかっていうふうに思われています。で、例えばですね、これオセロとか、まあ、オセロっていうのは商品名なので、商標なので、まあ、リバースというふうに言った方がいいかもしれませんけども、これはですね、後手が有利だってことが、まあ、経験上知られているんですね。まあ、数学的にそれを、まあ、数学的にというか、本当に後手が有利なのかってことをちゃんと証明するっていうことは、割とというか、それは未解決なんですけども、未解決であるはずなんですけども、まあ、そうだ、まあ、仮にその結論が分かっていたとしても、仮に後手が必勝であるとしても、ゲームとしては、まあ、十分楽しめるものなんじゃないかなというふうに思います。だからですね、そこら辺はちょっと気をつけなくちゃいけないところで、だから多分、つまらないっていうことの理由は別のところにあるかもしれません。だから例えば先手必勝であるってことが分かっているゲームであっても、まあ、つまんないものもあるかもしれないし、引き分けに終わるってことが分かっていてもつまんないものもあるかもしれないし、先手必勝だと分かっているけども、もしかしたら面白いゲームっていうのも、まあ、あるかもしれないわけですよね。だからそこら辺はですね、別のことなんだけど、その結論が分かっていることとは、ちょっとゲームとしての面白さっていうのは違うところになるんじゃないかなっていうふうに人々は考えていると思います。で、またのことですね。また、オセロの場合は、先手と後手が最善を尽くすと、結果が先手必勝、後手必勝、引き分けになるか、ゲームを行うのが決まっていることが分かっています。だから、どれかになるとが決まっています。その先手必勝なのか、後手必勝なのか、引き分けなのかってことは、どれになるかは分かっています。どれかになるってことは分かっています。ただ、そのどれになるかは分かってないってことなんですけども、ちょっとこれについては授業で補足しますと書いたので、ちょっと補足します。でですね、そのためにちょっと図を描いたんですけども、今、まあ、この図はですね、まあ、これオセロじゃないんですけども、簡単な、まあ、2×2、2目並べのようなイメージを、持っていただきたいんですけども、で、まあ、2目並べなんだけども、ちょっとこういうふうに適当じゃなかったですね。あれ、しまって。待ってください。うまく動かない。二目並べなんですけども、それにちょっと一つルールをつけていて、制限つけていて、この右下のマスには、ここには先手である×は置けない。まあ、選べない。っていう、まあ、制限もつけてるっていう、そういうものだと思うんですが、先手はこの右隅を使えないっていう、そういう二目並べ。で、二目並べで、斜めは考えない。斜めは考えずに、縦と横に一列揃った方が、先に揃えた方が勝ちっていう、そういうルールだと思ってください。でですね、ここに書いてる図は何かというと、まあ、これ木なんですけども、はじめはですね、この一番上に書いてある状態から始まる。ゲームがそこから始まる。だからその何も置かれてない状態ですね。何もマスが選ばれてない状態から始まると。で、そこから、この×と丸がですね、順番にマスを選んでいくんですけども、その選んでいくプロセスを、だんだんこう下に向かっていくようなイメージで書いてるということですね。で、どういうことかというと、例えばですね、この一番上の何も置かれてない状態から、まあ、先手である×はどこかに、この×を置くわけです。どこからマスを選択するわけです。で、選択できるのは3つ、あり得て、
と左上に置く場合と右上に置く場合と左下に置く場合、右下は今選べませんから、この3通りがあると。で、これはですね、この一番上であった状態から、まあ、3つの、まあ、状態に分岐しているというふうに捉えるわけです。で、これで、まあ、世界が分かれるわけですね。世界が分かれるって言い方がいいのが、まあ、世界が分かれるわけです。で、そうしたらですね、そのそれぞれに対して次は、後手である丸を置く方がですね、マスを選ぶんですけども、例えば、今じゃあこの真ん中の状況に、この右上が選ばれた状況にあるとしたら、この丸という後手の、方はですね、残りの3マス、まあ、どこか選べるわけです。で、左上を選んだらこの状態。左下選んだらこの状態。右下選んだらこの状態という感じで、まあ、またこれもその世界が分かれるわけです。ですね。そういう感じになります。で、そしたら次は先手の、番で、先手がまあ次マスを選ぶわけです。で、例えば、まあ、この今、印をつけている、後手が左上を選んだ状態にいるとしたら、先手が選べるのは、まあ、左下だけなんです。あ、ここに、動きます。ということになります。で、まあ、そうしたら次後手が、まあ、そう選ぶんですけど、後手選んだら、一番下のこの状態になるということですね。で、こんな感じで、まあ、ゲームは進んでいくって、そんな、そのゲームが進んでいく状況を、このような木で書いていると思ってください。で、そうするとですね、これは、どこかで、この状態が分かれてるっていうのが止まってるわけですけども、例えばですね、で、それはいつ終わってるかっていうと、一つは状態が消した場合です。あ、状態、勝敗が消した場合です。勝敗が消した場合に止まってる。で、例えば、まあ、真ん中のあたりですね、今、印つけてるところ。ここは、×が横に一列並んでますから、これは×の勝利で終わったと。ゲームが終わったということを、まあ、表しているわけです。で、一方で、まあ、勝敗がつかずに終わっている場合もあると。まあ、ここら辺ですね。まあ、これは引き分けになっているという感じになるわけです。良いでしょうか。で、このような図が、まあ、グラフと言ってもいいかもしれません。グラフが書ける場合、このようなグラフが書けるようなゲームに対しては、どちらかが、あ、どちらか、先手も後手も、最善を尽くすことを仮定すると、あ、その場合に、このゲームがですね、始まった時点で、先手が必ず勝つのか、後手が必ず勝つのか、引き分けで終わるのかってことが分かります。で、このような、まあ、図が書ける場合のことを、まあ、いろいろとこう想像すると、オセロっていうのは、まあ、このような図が書けるんですね。実際オセロは、8×8 のマスに順番に置いていくんで、まあ、最終的には、だから64個ですか。64個の、その、ま、石ってのかな、石というか、駒を置いたし、が、まあ、それ以上進まなくなるわけです。だから、必ずその64手で終わる。64手ってないですね。64引く4ですね。60手ですね。初めから4つ置いてありますから。そして、だから60手で終わるってことが、初めから分かってますから、このような図が書こうと思えば書けるってことは、図というかそのグラフですね。わかるわけです。で、なんでこのような、グラフが書けると、はじめからその、結論がわかってるのかと言われると、これはですね、下から順に、まあ、この、絵で言う下から順ですね、下から順にですね、各プレイヤーが実際に何を選んでいくのかってことを決めることができるわけです。それはその、すでのプレイヤーが最善を尽くすってことを、まあ、仮定してるからという感じですね。で、何を言ってるかというとですね、例えば、まあ、だから下から見てるって言ってるんで、見ていくんですけども、まあ、だからこれ、例えばですね、今、この、まあ、真ん中のところに印つきましたけども、今、この状態にいて、×が手を選ぶ状況にいるというときには、×の選択肢は一つしかないので、まあ、×は、この選択肢を選ぶってことが、今これは聞き入れで書きましたけど、これはまあ決まってるわけです。で、まあ、そういうふうに決まってるところはちょっとまあ全部ここ書いちゃいますね。これを選ぶと、決まってるというところはちょっと書いちゃいます。今これ、黄色で入ってます。で、問題はですね、この分岐してるところですね。分岐してるときに、まあ、ここら辺です。分岐してるときにどっちを選ぶことになるのかってことを、まあ、ちゃんとこれ考えてあげる必要があるわけですね。で、例えば、今、この分岐してるところ。で、この分岐してるところを下から見ていくんですけども、今この分岐してるところに、この状態では、次に、×である赤というか、先手ですね。先手の方が、まあ、その罰の方が次、マスを選ぶってことになるわけです。そうしたら、先手にとっては、後々の結果が自分にとって一番良い、
くなるよう、よくなるような選択肢を選ぶことになるわけです。それはそのお互いに最善を尽くすわけ。で、そうすると、この左上を選んだ場合と、左下を選んだ場合、どちらがこの×の、プレイヤーというか、その先手にとって得なのかということをまず考えるわけですね。そうすると、左を選んだら、これは×の勝ちになります。ということはもう分かったわけですね。で、一方で右を選んだ、右じゃなくて、その左下ですね。左下のマスを選んだらどうなるかっていうと、その時点では勝負はつかないんだけども、最終的には引き分けで終わるということが、この、その図から分かるわけです。で、そうすると何かっていうと、今この状態ですね。この状態において、×はどちらのマスを選ぶべきかというと、左上を選べば勝ちで、左下を選んだら引き分けになるんだから、自分にとって一番良いのは勝ちの方なので、左を選ぶということがここで決まるわけです。何を言ってるかというと、この状態にいたら、×は左を選ぶ、左上を選ぶことが決まるということです。で、そういうことを、その分岐を持っているところで全部やれるわけですね。例えば、この左側でこう分岐を持っている。これはですね、まあ、実はこれどちらを選んでも、先手、松の方を勝利しますから、まあ、どちら選んでも構わないんですけども、まあ、どちらか選ぶ。まあ、例えば、左側を選ぶしましょうという感じで、まあ、こう決めてあげるわけです。順の方はですね、この部分では、どうなるかっていうと、左上を選べば、松の勝利で、右上を選ぶと引き分けになっちゃうので、罰は左上の選択肢を選ぶというふうにこう決まるわけです。いいでしょうか。こんな感じですね。で、そうすると次は、その上の、この丸の方の選択肢ね。丸の方の選択肢。これは分岐がこう3つあるんだけども、じゃあこの3つのうちのどれを選ぶんですかってことを、丸の方は決めるわけです。で、そうするとですね、例えば、この2、ごめんなさい。じゃあこれですね。今、ここ。ここですね、先手がすでに左下を選んでいるところを見ると、丸にとっては、左上を選ぶか、右上を選ぶか、右下を選ぶかっていう、この3通りの選び方があるわけです。で、それぞれの選び方において、どういう結論が最終的に得られるかを考えます。でですね、例えば、この右下を選ぶのどうなるかっていうと、右下を選んで、この状態に来たら、先手が、左上を選んで、先手の勝利で終わるということが、もうここで分かってるわけです。この状態においては。ですか。だから何かっていうと、この選択肢を選ぶと、先手が勝ちます。罰が勝つ。ということが分かってる。じゃあ、この真ん中の選択肢ですね。この、右上を選ぶとどうなるかっていうと、これを最終的に、罰が勝つってことが分かっているということになるわけです。じゃあ、左上を選ぶとどうなるかっていうと、これ最終的に引き分けで終わると分かっているわけです。で、そうすると、まあ、罰が勝つよりも引き分けで終わる方が、丸にとっては嬉しいので、そのような選択肢を選ぶということになります。だから、丸はこの選択肢、この左側の選択肢を選ぶことになるわけです。これいいですか？相手が勝つよりも、まあ、引き分けの方が嬉しいというふうに思っているっていうのは、ちょっとこれは、前提というか仮定です。はい。で、同じように、その、丸の方の選択肢、丸の方が手を選ぶ状況において、どれが一番丸にとって嬉しいかと考える。ってことをすると、ここだと、また、引き分けになる選択肢で、左の場合は、まあ、実はこれ、どれ選んでも、丸は最終的に負けになるので、まあ、どれ選んでも構わない。例えば、じゃあ、これ右選びましょうと。まあ、こういうふうにしていくということですね。最終的に、じゃあ、何もなかった状態、今までここ来るんですけども、じゃあ、ここでは、先手は、この3つの選択肢のどれを選べばいいかというと、左を選べば最終的に勝利になる。真ん中を選ぶと最終的に引き分けになる。右を選ぶと最終的に引き分けになると。分かっているので、先手は自分の勝ちになるような、左の選択肢を選ぶというふうに決まるわけです。ということで、最終的にこのゲームにおいては、この道筋が決まっていて、この道筋に応じて、プレイすることで先手が必ず勝つ。先手必勝であるってことが分かるってことになるわけです。ここまでいいでしょうか？どうでしょう？いいですか？で、この考え方は、このような図が書けるゲーム。このような図が書けるゲームに対しては、どれに対しても適用できます。どれに対しても適用できます。だから、オセロ。
言いましたね、オセロ、まあ、リバーシーについてもこのような図が書ければ今のようなことをやっていくことで先手必勝なのか後手必勝なのか引き分けなのかってことが決まります。決まります。ただ先ほどこれ未解決だっていうふうに言ったんですね。今言ったこととなんかおかしいじゃないか、なんかついつまが合わないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけども、なんで未解決なのかっていうと、このような図は原理的には書けるんだけども、実際書こうと思うと膨大になりすぎて、大きくなりすぎて書けてないんです。まあ、だまあ、これ書けてしまえば、そういう、書けてしまって今のようなその解析ができれば、オセロも、まあ、先手必勝なのか後手必勝なのか、ってことは、わかるんですけども、あれは引き分けなのかってことはわかるんだけども、まあ、それが今のところできてないということなんです。だから、その原理的にできることと実際に本当にできることっていうのは、かなり隔たりがあって、ギャップがあって、今のところわかってない、その原理的に先手必勝であるか、後手必勝であるか、引き分けであるか、どれかではあるんだけども、そこそこではわかってるんだけども、その中のどれなのかっていうのがわかんないということになっているということになります。でもう一回、強調すると、このような図が書ける場合にそれは限られます。で、このような図が書けない場合は問題があるわけです。でですね、例えば皆さんが、まあ、碁、囲碁、碁とかですね、将棋のようなものをご存知の場合は、そういうものにちょっと問題がある可能性がある、問題があるっていうのは、このような図が書けない可能性があるっていうふうにちょっと思うかもしれないです。例えばですね、碁の場合には、こんな細かいことを話していいのかな。碁の場合には、こうっていうのがあるんですね。わかんない人は調べてください。碁の場合には、こうっていうのがあって、碁っていうのは書けないですけども、囲碁とかわかんないじゃん。囲碁の碁が書けなくなっちゃった。こうか。囲碁には、こうっていうのがあって、まあ、それは、イメージをお伝えすると、同じ、手をですね、ずっと繰り返して、なんかその、盤面が変わらないような状況のことを、まあ、状況を作り出しているのがこうなんですけども、で、そういうのがあると、このなんか、この下にどんどん下がっていくような感じじゃなくて、ゲームはまだ停滞するわけですね。で、停滞して終わらないということがあり得ます。まあ、実際のその、囲碁のルールっていうのが、まあ、あるとすると、まあ、そういうふうにその無限にそういうことが起こらないような工夫がされているんですけども、まあ、原理上はあり得るということになります。で、将棋にもですね、まあ、同じような将棋って書いてあるから、将棋、棋、多分こうですね。にはですね、千日手っていうのがあって、これもなんかその同じような、状態が繰り返されるようなことがずっと続くことを、まあ、指す言葉なんですけども、まあ、将棋のルールでは、こういう、同じ状態が何回か続くと、それで、結論を出されなくちゃいけないとかっていうの話が確かあったはずなんですけど、ちょっと今、言い方がちょっと曖昧ですけどね。なんですけども、まあ、だから原理的にはそういうその、ルールがなければ、この同じ状態が、無限に繰り返されるということが、まあ、あり得るわけですね。で、そうすると、このような字が、まあ、書けなくなってしまうわけです。で、そうすると、ちょっと困ったことになってしまうと。困ったことっていうのは、今のような解析ができなくなるということになるので、そういう場合には、この、話当てはまらないので、例えばその、先手必勝、後手必勝、引き分けのいずれかになるってことは言えなくなるってことには、まあ注意をしてください。はい。だからまあ別の言い方すると、囲碁とか将棋の場合には、そういうその、なんか無限に、その同じ状態が繰り返されるような状況を防ぐためのルールを設定したときに、そのルールによって結論が変わる可能性があります。ってことは、ちょっと決めてみておかないと、いけないかもしれないということになります。はい。よろしいでしょうか。で、これが今の話です。ここですね。はい。ゲームが行われに決まっているという話でした。はい。では、次ですね。ゲームの解析は様々な方法がありますが、フローを使う方法はどの程度一般的なのか、他に代表的な手法があるのか気になりました。ということですね。この答えはですね、フローを使う方法とか、まあ、今回やったような、その、完全マッチングですね。完全マッチングを使うところはそれほど一般的ではないので、使える場面は限られています。一方で、この講義の中で紹介したペアを用いた戦略。ペアを用いた戦略っていうのは、実はいろんなところで使えます。で、これについては今から補足しますってことをします。ペアを使った戦略って何だったかというと、ペアを用いた戦略って何だったかというと、その授業の資料の中では、その四目並べの例で、
あったんですけども、四目並べの例がパッと出てこないです。これですね。これですね。このマス目の中に、まあ、あの、記号というか数字を書いて、同じ数字書いてるところをこうペアにしていると。ペアにしていて、相手が、その一つの数字のところに置いて、相手のが選んだところがあったら、罰がですね。相手が選んだところがあったら、それと対になる。同じマークのところを後手が選べば、先手の勝利を防げると。という話をしたわけです。で、このような考え方は、今これは四目並べでやったんですけども、いろんなゲームで使えます。で、一つちょっと例を紹介します。で、例を紹介するので、ページを増やしますね。で、ちょっと、どういう名前だったか忘れてしまったんですけども、次のようなゲームを考えます。だから、これはですね、二人で行う、ゲームで、まあ、先手と後手がいると思ってください。で、どういうゲームかっていうと、ちょっと、手で図を描くので、あんまり許せない。これ、これ長方形です。これ長方形だと思ってください。長方形。だ例えば、だからまあ、これ、皆さん、実際に、物理的に遊べるものなので、実際に、やってみることができますけども、やってみることができるんで、あんまり言っちゃうといけないのかもしれませんけど、まあ、やりますね。で、何かというと、二人ですね、お互いに、たくさん10円玉を持っていってください。別にこれ10円である必要はないですけども、まあ、同じ種類のコインを持っていると思ってください。で、何するかっていうと、この長方形、まあ、例えば机の上にこの10円玉を置いていきます。で、順番に。順番に10円玉を一つずつ、重ならないように置いていく。まあ、例えば、じゃあ先手がここに置くと。これ10円玉の下。で、まあ、後手ここに置くと。こんな感じ。先手ここに置くと。後手ここに置くと。だからこんな感じ。これ10円玉、これ全部同じ大きさ、同じ形だということを、まあ、思ってほしいんですけども。で、これ順番に置いていくんですけども、でどうなったらどうなるかというと、先に置けなくなった方が負けです。こういうゲームを考えます。ゲームわかります？いいですか？で、これはですね、先ほどのオセロとか、二目並び、三目並びみたいな感じのものとはちょっと違っていて、これ何かというと、置ける場所はですね、無限にあるんですね。だから先ほどのようなその図はちょっと描けないんですよ。だから先ほどのようなこう図を書いてこれ解析するとかっていうことはちょっとできないようなゲームになっているんですね。はい。しかしですね、これは、最終的に先手必勝になるのか、後手必勝になるのか、引き分けになるのか、これ決まってます。お互いが最善を尽くすと。で、さあ、この3つの選択肢のうちどれでしょうってことを皆さんにちょっと考えてほしいということですね。問題はわかります？先手必勝か、後手必勝か、まあ、引き分けっては、まあ、ありえないですね。引き分けはありえないですね。先に引いちゃうと。なんでかっていうと、これ先に置けなくなった方は負けって言ってるんだから、引き分けのことはありません。必ず負けが決まるわけです。だから、負けなかった方が勝ちだと思ってください。だから、まあ、引き分けはないんで、引き分けは気しますけども。だから、必ず勝つのは先手なのか後手なのか。どっちでしょうと思いますね。投票とかすればよかったです。投票とか準備してればよかったですけども、なんか当てずっぽうでいいんで、先手か後手か、ちょっと、コメントで流してもらってもいいですか？後手。一緒。他の方どうでしょうか？先手。先手。今、2対1で先手ですね。後手はもう、後手、2対2になりました。先手。
3対2ですね。だから割とわかんないって感じですよね。じゃあですね、今からやっていくんですけども、そのペアにする、戦略を使うんだっていう、まあ、例で挙げているので、だからそのペアにする戦略を使うんだって言われると、先ほどというか、授業の中で扱った4目並びと同じように、後手が負けない。だから後手必勝かなっていうふうに思うんですけども、実はこれ先手必勝になります。これは、結論は先手必勝です。なぜか。ですね、これは先手の第一手が重要です、非常に。で、先手がもうここに置けば、もうあと勝てるっていう場所があるんですね。で、それはどこでしょうっていうことが問題なんですけども、それが分かると、もうあとはスムーズにいくんですけども、じゃあ、例えば、先手と予想した人が、人じゃなくても、まあ、構いませんが、先手ここに置くといいんじゃないかっていうような、なんか、先手の優位なポジションっていうのは、なんか、パッと分かったりします。これ分かると、なかなかすごいかもしれません。割となんか時間かけると、時間かけたりなんか相談したりすると分かるかもしれないですね。これ演習問題ですよ。よかったですかね。中央に置くと以降対称な場所に置ける。その通りです。その通りです。今何を言われたか分かんないかもしれないので、じゃあそれを説明しますね。先手はですね、8面どこに置くかっていうと、この、長方形のこの中心の部分に、その10円玉の中心が重なるように置きます。これをやります。で、この後、後手はまあどっかに置くんですけども、ちょっとここちょっと。で、この後、後手はどこかに置くんですけど、ちょっと来てないかな。後手はどこかに置くんですけど、後手はどこかに置くんですけども、置いたら、それに対して、先手は、この中心と対称な位置に、ここに置きます。で、これを先手は繰り返します。後手がどこに置こうとも、コインを、それと対称な位置に先手は置く。ってことを繰り返します。で、何がポイントかというと、どのように後手が置いたとしても、その対となっているその対称な位置っていうのは必ず空いてるんです。この置き方から。だから、後手がどこに置こうとも先手は必ず置けます。先手必ず置けるんで、先に置けなくなるのは後手です。これは何かというと、そのペアを作ってるんですね。この対称な位置というペアを作ってるんです。で、その後手に対してペアの位置を先手が取る。ってことをすることで先手が負けない。つまり、後手が負けるんで先手勝つ。って話になるということなんです。いかがでしょうか？もうこれを聞いてしまうと、このゲーム、なんかもう、これもまたなんかつまんなくなってしまうかもしれませんけど、例えば私、家に家族、妹、弟いる人、まあ、これをやって楽しんでもらってもいいかもしれませんけど、あんまり自分が勝ちすぎて、兄弟を流さないようにしてください。いいですか？いいですか？って、流さないようにしてください。いいですか？って、この戦略についていいですか？で、そのペアを作って、この考えるっていう、話は、今、まあ、これは例として出したんですけども、こういう考え方、いろいろなところでできます。ので、まあ、そういうことが使えそうな場面が出てきたら、ぜひ、試してみてください。はい。あ、ちなみに、このゲーム、なんか名前がついてるような気がするんですけど、ちょっと思い出せなくてすいません。本来はなんかそういうのちゃんと言うべきですけど、すいませんでした。はい。で、次ですね。これですね。知られていることで述べられている3次元3目並びや3次元4目並びは重力なしのルールですか？についてですか？っていう話で、これは、重力なしのルールです。これ、今から補足しますけども、で、重力がある場合の結果もあります。で、何のことを言ってるかというと、で、これは、ここですね。知られてるけど。ここですね。この7面もある3次元3目並びとか3次元4目並びの話ですね。これは、重力がない話です。
ね、重力がないっていうのは何なのかっていうと、あれ、あれその重力があるとは何なのかっていうことをまずちょっと言うために、ちょっと自分で絵を描くのが難しかったので、ちょっとウィキペディアを見せてしまうというのは非常に余力ない授業のやり方ですけども、こうそうすると、ですね、これですね。これとか言って、今は、これですね。これ今マウスです。これ、これ、ね、ガラスで作ってる4目並び、3次元4目並びで、これ重力がないものだと思ってます。ただこれはその4つの、この、なんだろうな、ガラスの板が置いてあって、それでやってるということですね。だからここにはその重力がない場合っていうふうに思ってほしいわけです。はい。で、重力がある場合っていうのは、例えば、まあ、こういう感じですね。こういうイメージですね。こういうイメージですね。これは、スコア4っていうページですけども、こういうイメージです。イメージです。これはだから、なんか、串っていうのかな串と言っていいのかな、ちょっと今、日本語がパッと出てきたんですけども、まあ、棒ですね。棒が刺してあって、棒があって、棒にその人、なんだろうな、刺していくような形で、その一つの棒を選んだら、そこの棒を、の、その、一番下まで、その選んだ場所が落ちていってしまうというような形ですね。で、それで、この場合はその4つ、1列に揃えるとかっていう、そういうゲームですね。はい。で、これ、スコア4って書いてあるんですね。で、そういうのも、まず、ゲームとしてありますってことですね。はい。で、このページ見てみると、下の方に、あ、これゲームプレイのアナリストが書いてあって、3×3 のバージョンは、1 by the first player。だから、先手の勝ちって書いてますね。で、4×4 の場合は、ゲームウィルエンディングドロー、引き分けで終わると書いてあるので、まあ、ちょっとこれを信じればそうであるということになります。私ちょっとこれ検証してないので、本当はどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、多分本当だと思うので、皆さんもぜひ、時間があれば検証してみてください。で、これはですね、まあ、こういうその、3×3 とかありますけども、売り物になってるのもあって、あ、でも売り物になってるのはこれですね。なんだろうな、2×2 の重力ありバージョンみたいなんですね。よくコネクト4とかって呼ばれてるんですけども、あ、だから商品名はコネクト4です。商品名はコネクト4で、それでまあ売られてたときもあると。で、これはだから重力がある、その、なんだろう、二次元バージョンみたいな感じですね。だからちょっと、これ見ただけではちょっとわかんないかもしれませんけど、なんかこれ動画っぽいのがあって、こんな感じですね。こんな感じで、そのなんか上から、なんていうのかな、まあ、コマを入れると、下まで落ちていってしまうと。まあ、そういうのような感じですね。はい。で、こういうのもあって、で、これも、まあ、なんか割と知られてる、調べられてると書いてあります。で、調べられてるのをちょっと、この、見たんですけども、なんかこういうページがあって、人のページを見せるだけって、ちょっとあんまりよろしくないことですけども、ジョーンズ・コネクト・フォー・プレイグラウンド、これ先ほどのウィキペディアのページからたどり着きます。下の方に、あ、そこですね、この6番の、そうですね。ジョーンズ・コネクト・フォー・プレイグラウンドっていうところを見ると、今のこのページなんですけども、でここで、どんな感じで解けるのかっていうことを書いてあります。で、そう、この表があって、この表が面白いなと思ったんですけども、今、その人も戻りますとね、このコネクト4。まあ、売り物があったんですね。これは、幅と高さがあるわけです。この幅は、これ7個分の幅があって、高さこれ6個分の高さがあると。だから、幅が7で、高さが6。で、これもその幅いくつか、幅を変えたり、高さを変えたりして、その勝敗、その先手必勝なのか、後手必勝なのか、引き分けなのかってことを、調べてるんですね。で、今言っていた幅が7、高さ6の場合、幅が7、高さが6の場合は、プラスだと。プラスっていうのは、書いてある。ファーストプレイヤーウィンが先手必勝だと書いてありますね。だからこれはですね、幅が変わったり、高さが変わったりすると、いろいろ変わるんだってことをここに書いてあって、なんででしょうね。こんなことがあるんだってことが、だから、面白いですね。これ面白いと思うなっていうことは割と主観的ですけども。なんか注意しないといけないのは、幅が変わると結論が変わるとか、高さが変わると結論が変わるとか、あり得るところですね。先ほどその、将棋や囲碁の時に、その、千日手や、
候の扱い変えると、勝敗、結果が変わる可能性があるというふうに言ったんですけども、こちらの場合、このコネクトフォームの場合は、その幅や高さを変えると結論が変わる場合があるので、まあ、それも注意しなくてはいけないことになりますね。幅や高さが変わっても、その4つ一列に並べるっていう、そこは変わらないです。そこは変わらないですね。はい。ということで、で、これはその、まあ、数学というよりは、どちらかというと、その探索、その計算機を用いて調べているというような形の、結果のようです。だから、この授業で、扱ったように、その数学的な形で、なんかその定義を使って、その結論がわかるとかっていうものは、割とないです。割とないというか、そんなに多くないです。だから、四目並べっていうのは、そういう中では稀な例なんですね。稀な例なんですけども、でもそういうことができる場合には、その計算機を使って探索するとかっていうことは省けるので、非常に強力なわけです。だから、どちらかというと、その数学的な考え方、その定理を使って証明するっていうのは、そのいろんな考え方の一つの、なんていうの、両輪の一方で、もう片方の方にはその計算機を使って探索するっていう、そういうものが、そのバランスは重要で、どういう時にどういうものを使うべきなのかっていう、その、だからその技術としての数学ってことですよね。あるいはその技術としてのプログラミングっていう考え方を、ぜひ持っていただきたいなというふうに思います。はい。これがこの、重力あるなしの話になります。これよろしいでしょうか？何か質問とかありますか？ありがとうございます。では次ですね。証明の中で自分が定義した F が流れであることを言うために、流量保存制約と量量制約が成立することを確認するときに、後者はグラフの各項で1回ずつ比較すればわかるので、簡単に記述しても問題ないように思いますが、前者も簡単に確認できることとして、記述として良いのでしょうかとですね。これは、答えとしてはイエスですね。簡単に確認できるときに書いてもらっても構わないです。で、なんでかっていうと、その、流量保存制約が、満たされるってことは、まあ、アルゴリズム的に言えば線形時間で確認できるからです。そう、授業で補足すると言ったんですけども、ちょっとこれは、口だけで簡単に説明しますと、流量保存制約が満たされるってことを言うためには、各頂点において、その、入ってきている量と出ていく量が等しいってことを言えばいいので、それは、その入ってきている量イコール出ていく量っていう、その、まあ、等式が成り立つかどうかということを確認すれば良いだけになります。ということなので、各頂点においては、まあ、なんて言えばいいのかな。その、入り次数分のその入ってくる量と、出次数分の出ていく量っていうのを、まあ、足して比べるだけでいいので、その各頂点に対してそれを行うと、まあ、全体で、まあ、この数分ぐらいの、計算量を使えばそれを確認できるということになるので、まあ、それは、ま、簡単であるというふうに思ってください。はい。だから、簡単に確認できるというふうに書いてもらっても構わないです。で、実際に簡単に確認できます。はい。はい。じゃ最後ですね。別件と書いてあるのに、ちょっと、ここに出していますけども、レポートに向けて過去に検索していただいた任レポートを見返していますが、自分が書いた過去レポート、ひどいですね。定義を無視&言いたいことが日本語できちんと表現できてない部分だったので、必須レポートではまともな日本語を書けるように頑張ろうと思います。まあ、重要なポイントで、やっぱりですね、皆さん、その日本語で表現する、まあ、日本語でっていうか、そのまあ言語を用いて表現するっていうことは非常に重要な技能なので、これがちゃんとできるようになるってことは、まあ、大学生として、あるいはその大学卒業した時に持っているべき能力としては非常に重要なものなので、ぜひこれは磨くようにしてください。皆さん、まあ、私も含めて、日本語をこの不自由なく使っているように、思ってるかもしれませんけども、まあ、実際そういうことはなくて、割と我々その日本語を使うのに苦労する場面っていうのは、まあ、あるわけですよね。だから日本語を使うのに苦労しているのに英語なんか使えるわけないっていう、まあ、そういう考え方もあるかもしれません。だからまずその日本語を使えるということは非常に重要。特にその論理的に、その言語を使うっていうこととか、その何でしょうね、誤解がないような表現をするとかってことは非常に重要なことなので、で、そういうのはですね、自分だけでやっててもなかなか難しいんですよね。他の人の目がないと、その自分が書いたものをその客観的に、評価するとか、客観的に見直すってことが難しいかもしれないので、まあそういうことの訓練も、この授業の中で、まあできるかもしれないので、ぜひ、そういう形でも、活かしていってください。はい。ではこれで、コメントに対する回答というか、返答は終わりになります。よろしいでしょうか。
ですか。はい。では、今日の録画はここまでになります。